どうもおはようからこんばんは、とのでござる。信長の野望大使 with パワーアップキットシーズン5、芦名森氏編、続きをやっていきましょう。まあね、正月休みに撮ってて、休みなしで1話からずっと続けているんで、どこまで撮れるか。でですね、飯野平とあと須賀川ももう生産拠点に変えました。ひとまずはこの分断されたこの二つの城、救うために、最上を倒す。まあ、圧倒的兵力で攻めるんじゃなくて、まずは撃って出てきてもらわないといけないんで、まあ、価値格でもそこそこの兵力で戦いたい。足なけもね、なんか、息子が酒で死んで、で、その後二階堂の養子を立てたら、今度それが家臣に殺されて、で、その後、伊達か佐竹かってなって、で、佐竹から養子入れて、で、その後、すり上げ腹でボコボコにされて、で、重心失うわ。そこでもう大名家としての芦名が滅ぶと。いや、でも今回はそうはさせませんよ。というわけで、戦線。警戒されている。我が軍略、お見せしよう。貴様の好きにはさせるぞ。まあ、しょっぱな山形狙うわ。よろしく。まあ、1万以上出す必要はないでしょう。防御力で言ったら、一番知略が高いってことでしょうね。秋頼さん。でね、伊達種宗さんのところもおじいちゃんず。見た目的におじいちゃん3人。今回無兵装でいいや。感情のために鉄砲とか軍馬とかは買っておりましたが、そういったら、軍馬1万か。出陣する。じゃあ山形に向かう。対面は使わない。そこはもう南部との戦いのためにある程度は貯めていこう。貯めていったところで使うのは国衆将兵だがな。来てくれないかな。集結間に合わないよ。あ、そうそう、でだ、3人目はどうしようか。金銭はいけるが、うわ弱。まあどっちも南部か。最高は無理。じゃあ、亀ヶ森さんかな。あんまり話題ないんだ。東北って話すことないかな。なるほどな。なるほどな。これで4160も与えて87。なるほど。70% でいけるか。よし。でもすぐ内容しますよ。口を引くことよ。今に覚えておれ。で、これで乱世のたしなみはいけだ。調略がたしなみか。あれ、攻めてこないな。報告します。これより表情を始める。今回芦名編初めてで戦なしで終わるかもしれないんですよ。対面も多いからな。国衆将兵ぐらいしか使わないんだったら60ずつで3回分。これにて表情を終える。で、ここまでは取っているんですよ。これで100か。で、波状土。マイナス54。で、こっちは、あ、提案力ね。全部マイナス10。これぐらいは取っておいてのキープ。あ、結局、もうすんなり包囲。もうそこは強行だ。いろいろ罠は作っているみたいだ。山形取って分断できたとして、最上ってこれ反撃してこないでしょう。あ、この辺は輪を結んだ。講和の関係上半年ぐらいはいけるんですよね。報告します。おいおいおい、何の抵抗もなしか。好きにはさせると言っておきながら、こもるとは。
情けない連中だ。もう山形落ちますよ。はい、本丸陥落。もらい受ける。重くそ分断されたな。次は近いところ行きますよ。出陣する。吉森がいるところ執拗に狙う。ほらほら抵抗してみろ。あ、そこそこかかるね。時間かかってしまうんだったら野戦をするためにちょっと兵力をここで減らしておくか。味方のね、ある程度は兵を引かせて野戦に持ち込める状態で一回戦おう。だからここはもう強行でガンガン攻めてこっちの兵力を減らす。工作は南部家だけにも絞ってはいきますが、3人ね、なんかそんなにうまみがないような気がする。そっち攻めるんだ。難しいところ行くな。でもここで味方すれば兵貸してって言うんでしょ。嫌だよ。変なところ狙うな。まあダメです。あらあらあら、あっちこっち、もう関係ないと思っていたら攻められる大宝寺。報告します。これより表情を始める。南部と戦うのも思ったよりは早いかもしれないな。で、軍事100か。うわ、光らない。軍事のポイントだけに絞っていってもこれ、鉱山で鉄砲獲得。だからあえてまだキープ。承知いたしました。はっ。南部駒の美しきって言ってもそこで使って何の意味があるんだろうか。なんか三日月の丸くなるまで南部領とかわけわからんこと言うし。もらい受ける。で、ここでもう部分入場。最前線には誰を入れようか。一番遠そうな城、じゃあ下げつ。4800来るかな。まだ守るの。進め。じゃあ部分騎乗。部分騎乗で、じゃあ相馬親子を返そう。ほら3700、これだったら来るだろう。本当に一戦もしないまま終わるのかな。じゃあ渡さんを外す。これどうだ。3000ですよ。本当戦しないまま今回終わってしまうんだろうか。あ、来てくれた、よかった。いやでも1200、ここ
こまで引っ張ってくるんだったらなんかいやいや打って出てくる感じがする。あんたのためにね部分騎乗とか部分入場していたんですよ。で備えは3つだったか。突撃して早々とっていうのもあれだしな。じゃあこの辺にドラ台を置いて、じゃあ素直に王陣、我に続け、まあ、首とか取るって言いまくっているやつが来るもんな好きにはさせぬぞって言ったからにはもっとこう打って出てくるような気がしてあればいいのにな。さあ行こうぜ。そこまでで義盛私弱いとは思っていないよいろいろあなたもあったんだから。始めよ。お、天童さん騎馬隊で大将に突っ込んでくる。始めよ。しかも本陣切り込み。天童さんやりたい前。しかも沼足止めをした上でどんどん攻撃を仕掛けると、なかなかいい戦法だ。天童さんあたりの入れ知恵だろうな手を打ちましょう。攻撃不可なだけであって命令不可ではない。いやでも後ろを見せるわけにはいかない。166145相手になるぞ。始め。油断大敵だぜ。かかれ隙あり。よりといおい。攻撃不可か。ただ種宗さん赤になっている。大将はまだ持っていますよ。これほどと俺の首を取るまではいかなかったようだなおじいちゃんなんで赤なの。じゃあ親子で協力して、じゃあ天童兄弟手を打ちましょう。さあ行こうぜ。ま、なかなかいい作戦ではあったが残念だったな。そこはもっと兵力がある段階でその作戦をするべきですよ。で足止めね。なんだ規制崩し。そうだ未熟者め。思うがままよ。全滅状態でも守兵が200ちょいいるのかな。敵将え打ち取った。最上義盛討ち死に。しかもこの状態で最上義昭登場。討ち死にないなと思っていたら相手の大将なんかかわいそうだな。結局は追い込まれて出るしか出ざるを得ない状況になって出たら死ぬ義昭って何歳？ 3歳で当主に仕立て上げられる。かわいそうにね。3歳であんた流行り気ですよ。手段は選ばぬ。なんかかわいそうだな。攻めておいてなんだけど加えるしかないしな。本来登場もっと後ですよ。中世大丈夫かな。子供だからな。もうなんかワンワンわめいているだろうな。一時親父とは仲悪くダメですよ北信愛ちゃん。報告いたします。ご命令を。信近さん2回ぐらい来ているんですよねで南部さんは今ここを攻めている。マムロまで行くとちょっと突出しすぎかな。前線を押し上げていくんだったらプラス葛西まで行った方がいいな。あさりさんあ
あ、でもまあ黄色か、そこまでじゃあわめいてはいないんだ。よくも父上よみたいな感じで。いいよ、感情はいっぱいある。片付けない。片付けない。よしよし。まあ3歳でもまあ登場が早いんだったらもう使うしかないもんな。まあ欧州統一も非常に順調。密約どうしようか。いやでも金があるから軍馬購入。1万はもうちょいか。開発はちょっと後にしよう。あの委任にするとか言っておきながら全然ね、あのやること忘れてしまっているんで。で武将入れよう。渡り城には渡りさんがいいんですが、まあ、せっかくだ、最上義明。だから、最上家の武将を入れていこう。ちょっと天童さんあたり使うのもったいないんですけどね、強いから。ずいぶん混ぜた3歳だ。まあ、あいつが死んでくれたおかげで、この状態で、最上義明っていう強力な武将が入ったわけですからね。じゃあ統率順、ああ義氏が来る。で秋頼とか春宗に種宗、最上義明はそこ。一番武勇で言ったらまああんただよな。力持ちだもんな。春宗も90。知略はお秋頼のじっちゃんがもう100。内政は種宗で、ってことは外政はもちろんあなたですよね。金上さんも城主外された。さすがに戦の方ではね、ちょっと使いづらくなっている。もちろん弱くはないよ。弱くはないんですけれども、見劣りするんですよね。こう並べても、この並びになるし。意外とね、新庄さんが、意外とまあまあ強いという。小野寺ね、行ったところで、まあ、攻めてもいいんですよね。そうすると南部家もここを攻めるのに、領地細長くなっているんで、仮に集結するとしたらこっちの方が若干早いでしょうね。まあ、あとは火災攻めっていうのもあるしね。あ、でもこっちからも鶴岡攻めるのもいいか。5部隊。友和とか懐かしいな、この辺の面々ね。門脇さんは知らない。よし、じゃあ今回はここまで。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。では、さらばだ。